マミガサキ川は、山形県山形市を流れる、西上川水系、菅川支流の河川である、下流部の白川についてもこの項で述べる。山形県山形市南東の大雨山脈に源を、発し北西に向かう。山形市街地東側を流れ、山形市長町、七浦付近で野呂川及び、村山高瀬川と合流して白川となり、大和西安付近で、 す川に交流する。マミガサキ川は周囲の地形に大きな影響を与えている。山形市の市街地はマミガサキ川による扇状地に開けていて、マミガサキ川は暴れ川として知られていた。川の水量は下流に行くほど少なく、その多くは山形市街地の地下に浸透し、伏流水となり、先端部分では井戸水として豊富に湧き出している。 山形市東部の鈴川地区の地名由来は、かつて村内を流れていたマミガサキ川を、伊勢神宮の伊鈴川になぞらえて選定されたものである。川幅は広く水量は少ないため浸水に適している。マミガサキ川の両岸の河原には、マミガサキ河川公園が整備されている。浸水空間のほか、万歳橋上流、マミガサキ橋上流にかけて、マミガサキ河川公園グラウンドが整備されている。 園内は基本的に無料で利用できるが、マミガサキ河川公園グラウンドの利用可能時期は5月から11月までで事前に申請が必要。グラウンドの他にもサイクリングコースが整備され、川原沿いの歩道は桜の並木が続く。秋には河原で芋2会の鍋を囲む集団を多数見かけるほどの屈指の芋2会スポットであり、日本一の芋2会フェスティバルも 真美ヶ崎川の河原で行われる。山形の歴史では、平泉に向かう途中の源義経が山形入りした際に夢の中に春馬が出たことから、うまの川、真美ヶ崎の名が付けられたと伝わる。また別な伝承では、江戸時代初期、西側にあった流れを治水工事により現在の流れに変更した、当地水工事の陣頭式を受け持った鳥居忠政が、 馬上から川を見渡したことに由来して、マミガサキの名がついたとも言う。現在でも酒月山近辺に削り取られた山肌を見ることができる。他に、川岸の崖下の縁の部分をマミと言っていたので、そこから来たという説、洪水の時に白馬に乗った老人が通ったという小事からという説もある。マミガサキ川と呼ばれる以前は、村山高瀬川合流部より、上流は、 小白川と呼ばれていた。現在でもこの地名が山形市内の真見ヶ崎川沿岸に残る。前日の通り、村山高瀬川の合流部から須川までは白川が正式名称であるが、地元では特に区別せずにこの部分を含めて真見ヶ崎川と呼称することもある。なお、白川も市内の地名となっている。蔵王連邦北方三例。 マミーヶ崎川と、不動沢に広がる森林で、蔵王国定公園の区域内にあり、不動沢水源林として、水源の森百選に指定されている。山頂部に、樹氷で有名な山形蔵王温泉スキー場があり、豊富な降雪の雪解け水や雨水の水源林として、山形市の上水道の2割の水源となっている。また、不動沢は、古来より熊野だけの登山道として整備されてきた。 上流より、記載上流より、記載上流より掲載。ありがとうございます。